ました。ありがとうございました。いや、さあ始まりました。ケーキアンバンコンマイルドです。今日はですね、まあ、故障っていうわけじゃないんですけど、このリアゲートある車、起こりうる話だと思うんですけど、私もこのリュウ350、NV350 は中古で購入したんですけど、まだ年式は新しいんですけど、実はですね、これちょっと、今、あんま分かんないと思うんですけど、ちょっと見てみますね。本当は、上がってるの分かりますか？で、今、いっぱい上げました。これがいっぱいです。離しますね。分かりますか？ゲートが下がってくるんですね。で、これ原因は2つあって、1つはこのダンパー、これが弱くなってる。で、もう1つはこれです。このですね、リアラダーをつけることによって重くなっちゃって、標準のダンパーでは重さを支えられないという感じになっちゃってます。なので、これをですね、今回ちょっと改善、改善したくてですね、あるものを買いました。それがですね、こちらでございます。ちょっと分かりにくいで出しちゃいますね。このブランドからですね、後付けで、付けれる強化ダンパーです。で、これは標準よりも、15キロ、このダンパーのパワーが上がってるやつらしくって、これをですね、つけることにより、これを持ち上げるという感じのものになってます。さあ、ダンパーを外すと一気に扉が重くなるので、こういうふうに脚立で固定しましょう。絶対自分じゃ支えられないぐらい実は重いです。そしてダンパーを外すときは、まずここのボルト、そしてここのボルトを外せば簡単に外すことができます。ずれてますね。いや、そのバランスもじゃなくて、左腕だけ押さえてて無理だった、さすがに。当たり前じゃん。いやいや、ゆっくり、ゆっくり下ろして。ゆっくり。あ、上がってる。さあ、苦労してつけました。早速見てもらいたいと思います。はい、見てください。一切下がってこないです。というわけで、このダンパーを15キロパワーを増加してつけたんですけど、まあ、難点はこれについた金具が
全然合わなかったっていう。だから純正のやつを移植してつけることにしました。まあ、それでなんとかついたので、まあ、よしとしたいと思います。とりあえずこれでね、もう高さ上がって全然下がってこなくなったのか、下がってこなくなったんで、大満足です。ちょっと取り付けは苦労しましたけど、ということで、ね、今日は終わりたいと思いますけど、あれですよね、奥様のあれがないと困りますよね。じゃあこちらをご覧ください。ちょっと私またあるものを購入してしまいました。何の方かは知らないですよね。あのね、あそこの奥の窓あるでしょ、うん、今こっちの窓にはこうなんかこう引っ掛けれるみたいな、うん、あのアーミー系なんか窓カバーあるじゃん、うん、こっちにもどうもあるということで、ちょっとですね、それを今回は購入してみました、はい、取り付けもね簡単なので、ちょっとこれ今日は奥様にやってもらおうかなと思ってます、はいはい、購入した商品がこちらございます。はい、もうねパッと見たら何のこっちゃ分かりませんけどね。じゃあちょっと早速開けてもらいましょうか。はい、もうこれ便利なんだよね、すぐにこういうとこから取り出せるっていうね。あ、ちょっとあの切らないでね、ちゃんとね。え、ダメ？だから切っていいけど、あの本体いかないようにね。大丈夫、だって段ボールいけるでしょ。うんうん、まあまあ。NV350 キャラバンGX 専用モールシステムシェード、はい、スライドドア用、うん、ということでですね、 GX 専用って書いてあるじゃん、うん、俺の DX なのよ。え、合わないんじゃない？可能性があるのよ。うん、おう、じゃじゃん、あ、一緒だ。そうそうそう、いいでしょ。2個？ 2個、ただ左右左右、うん、ああ、そういうこと。そうそう、こういうね、ちょっとあのぐるぐる回さないとかできたら取りたいんで、物取りをしたいんで、はい、こういう感じ。はい、こういうですね、じゃーん、こういう感じ。このね、アーミー柄がね、ちょっとお気に入りで、うん、緑だし、竜のあのシェットも、うん、いや、これ鉄板じゃん、これ鉄板じゃないんだ、樹脂なんだよ、これは GX って、ここ、うん、カバーみたいなのがあるんだよ、うん、あれないのよ、カバーみたいなやつが、だからつかないのかもしれない。ちょっと当ててみましょう。はい、下からだね。離れる場所がない。ここか、下からで説明書には書いてある。はまりました。やっぱ窓枠のそこはまるよね。うん、ここはまりそう。俺はまると読んで買ったのよ、それ。おお、いい、よくない？いい、ほら、でしょでしょ、全然余裕でハマったよ。しかも向こうよりなんかぴったり、まあ面積狭いからっていうのもあるか。ほらほら、いいね。おお、かわいいじゃん。あ、いいね。うん、はいはい、こういう感じで、はい、というですね、非常にちょっと短い動画なんですけど、これあの NV350 の人はみんな、E26 っていうのの、僕のは中期型なんだけど、最新はあの後期型なんだけど、これ GX モデル用って書いてあったけど、あの DX でも全然バッチリつきます、ね、はい、大丈夫だった。ちょっとね、軽い目隠しにも使えるんでおすすめです、うん、それではまたって言って、それではまたちょっと